皆さんこんばんは。作家でヨガ講師の加古です。今日一日皆さんはどんなことをしていましたか？そして楽しいことがありましたか？私たちはね、どうもね、ないものをねだりしやすい傾向があるかなと思うんですね。ないものをねだりではなくて、ご自分の今手のひらにある幸せに感謝していきましょう。そして感謝をする心を持つとね、さらに心がふわっとあったかい気持ちになるかなと思います。小さなことですけれどもね、私も今日は話し方の講座を受けて、オンラインで受けてきました。非常に勉強になりましたね。で、すごく、ヨガってすごい万能、すべての基礎になるなっていうふうに感じたのは、その話し方の講師の方も、やはりヨガも学んでいて、声を出すのには、体はね、ボイスヨガっていうのがあるんですけど、体は楽器と一緒なんですね。なので体を柔軟にする体、そしてバランスがいい体、体幹力がある体はいい声も出せるということなんです。そして呼吸法と瞑想で心も体も整えていくといい声が出るというね、それが全ての講座の内容じゃないですけども、講座の一部にそういうことがあって、ヨガじゃない、全てヨガにつながっている、すべての道はローマに通ずるというね、西洋の格言がありますけれども、すべてのことはヨガに通ずるというふうに今日感じた次第です。ですのでね、呼吸法と瞑想を1分間だけやったら、カフヨガをね今日やります。後輪筋をね、しっかり動かしていくことで、このほうれい線が落ちたりとか、ブルドッグラインができている人が取れたりとか、もうあいうえおと大きな口を開けて、この後輪筋を動かすだけで顔って変わってきますので、顔ヨガね、やっていきたいと思います。その前に呼吸法と瞑想をやっていきます。私は椅子に座っていますので、ひろみくどうさん、ありがとうございます。もしね、途中で感想とかコメントをいただけたら、終わった後でもいいので嬉しいです。それでは両手を体側に置きます。背中はまっすぐ座りましょう。はい、息を吸って、肩と耳ぐっと引き寄せて、吐いてストン。コロちゃんこんばんは。もう一度息を吸って、肩と耳引き寄せて、吐いてストン。はい、吸って肩と耳引き寄せたら、肩甲骨と肩甲骨一路後ろで寄せます。私は椅子の上に座ってますから、太ももの上に手のひら天井です。親指、人差し指、輪っかを作り、3本の指は伸ばして、顎は軽く引きます。頭のてっぺんは天井からつられるようなイメージで、首の後ろまでしっかりと伸ばします。そして不安でなければ、まぶたを閉じます。さあ、ご自分の呼吸に意識を向けていきましょう。今日どんな呼吸でしょうか。深い呼吸ができてるなぁと感じている方、リラックスしている印です。呼吸が浅いなぁと感じている方、お疲れなのかストレスを抱えているかもしれません。どちらの呼吸でも良い悪いの判断は下す必要がありません。それでは、口からいらないものを吐き出します。鼻から大きく息を吸って、口からいらないものを吐き出します。もう一度大きく息を吸って、いらないもの全部口から吐き出します。大きく息を吸って、イライラ、ストレス、そして怒りの心、全部口から吐き出します。それでは、ヨガの完全呼吸を行ってまいります。鼻から大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸います。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く
く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま今度は胸の上鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐いていきます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道スシュムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなっていきます。腹式呼吸に戻ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。さあ、このまま1分間瞑想していきましょう。呼吸はゆったりと行っていきます。それではチムドラほどきます。胸元で合掌します。今日一日のご自分が生きていることに感謝していきましょう。吸う息でまぶた開けます。1分間の瞑想ですけれど、いかがだったでしょうか。心が落ち着きましたでしょうか。あ、春日照子さん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。はい、それではね、顔ヨガやりますね。もしね、鏡がそばにあったら、鏡でご自分の顔チェックしていただけるといいですね。口角が下がってないか、そして目の大きさが合っているか、眉毛もね、眉頭が揃っているかどうかですね。で、今日は一つだけにしますね。これから少し顔ヨガね、やっていこうかなと思いますが、今日は基本の一つ、あいうえおというのを大きな声で、口を大きく開けて言っていきましょう。口輪筋ね、口周りの筋肉、口輪筋って言うんですけど、口輪筋をしっかり動かします。まず、あ、指が2本入るくらい大きな口を開けて、あ、い、いで口角上がりますよ、い、う、う、このほっぺのね、胸骨筋って言いますけど、ここも引き締めます。う、え、もう一度口角上げます。え、お、おでこの目のたるみが気になる方、お、目のたるみが取れますし、ほうれい線が取れます。お、じゃあ、あいうえお、2回大きな口を開けてやっていきましょう。あ、い、う、え、お、あ、い、
う、え、お。さあどうですかね。普段あんまり口の周りしっかり動かさないと思うので、疲れてる方もいるかと思います。はい、それではまた明日も、しばらくね、なんかマスクをしてると、フェイスラインが下がってくるんですよね。なので、明日は引き上げるのをやります。はい、それではまた、作家でヨガ講師、カコでした。で、カコヨガスタジオはオンラインレッスンもやってますので、気になる方は、カオヨガは月曜日の2時半から、あと土曜日の2時半から70分レッスンやってますので、ご興味ある方は、カコヨガでホームページ検索してスケジュールを見てください。それではまた、さようなら。